待ち合わせなかなか人来ないな。私がインドでバンガロールというブッダパルディというところにサイババが現れる。すーっとインディアンボーイが私に駆け寄って紙を渡してくれる。あー、来てくれるんだ。バスを待ってる場合じゃない。力車に1ルピー50パイサで何十キロ先まで。おじいさんごめんなさい。到着。サイババの宮殿で、ああジャパにもいる。みんな正座で待たされている。汗はダラダラ40度以上。バタ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 倒れていきます。バラナシバーヤ、飯も食わずに三日三晩バラナシバーヤを連呼する。耐えました。やっと現れるというファンファーレが鳴る。サイババ考えられないぞ。どうしたどうした、サイババ現れろ。あのバリバリボンバーヘア、現れ、肩だけが見えました。私がインド行って感じたこと、バリバリボンバーヘアのサイババはなで肩だということを発見してインドを後にしました。